Welcome back to Let's Play Star Wars. This time, we head to Venom. そんな感じかい？ Venom かい？ Venom、最後のゴール。みんな大丈夫か？ホックス。お前は、Venom のとこに、後ろから攻めるんだ！わかった。任せろ。任せろ！つってもな、まあ、いけるかな。前回あれだから、ああ、これこれ、ちょっと見るけど、見るけど、セレクト、セレクト、セレクト。セレクトしてもあれだ、この海の敵が、なんつうの？セレクトしてステンを貸すと、変えるときでも敵が普通に様子とか動いてるし、動いてるし、なおかつステンを変えてるときは自分も動けないっていう謎な感じの状態らしいんだ。まあ、そんな感じで、ベノムが始まると。まあ、いけるで。いけるよ、何言うの？また、スリッペあなた襲われてる。はいはい。ありがとう。セイム。これは俺でいいの？俺でいいの？俺でいいの？ごめんね。ごめんね。ペッピーじゃねえ。昔ペッピーのスリッペちょっとなんかやることなの、ちょっと効果なかったの、ちょっと湧き上がらなかったの。結構ね、なんか64、なんか喋るんだよね、みんな。このスターウォークスは。64のやつもすごいね、よく喋るの。さらによく喋るのって、さらにキャラクターのなんか、個性がより色づいてるんですよ。まあ、よりもうファルコとか、よりヤンキーリーザンとか、さらにツンデレが入ってるっていう。かなりかっこいいですね。お、これはあれじゃん、ビーム。よかった、これ欲しかった。ボブちゃん、ありがとう。で、羽をちょっと痛めるっていうか、なんか、なんつうの、羽をね、なんつうの、壁とかにぶつけて痛めると、折れてしまうって感じ。それをやられるとね、ビームもやばいことになるし、あとビームが弱くなってしまうし、動きがすごいね。動きがすごくやりにくくなって、動きにくくなるね。めちゃくちゃ。それも気をつけた方がいいんじゃないかってこと。ここね。謎だよな。昔さ、ハードモードやったりさ、なんか6億かっこいい。痛い。でもやめて、ちょっと。あ、なんか、別に、基本的に同じはずなんだけど、ラグツール、なんかね、もっとね、ギチギチしてたんだな、ハードモード。なんかすごいな。動画すごいやりにくかった。だいぶやりやすくなってるのかな。やばい。使ってもらう。よし。まあ、こういう時にもう使うのかな。ハンプクラスかな。あ、今ちょっとクロスした。今クロスしたとかに一発でまとめて。ファルコはそうと言ったんだよな、ロケのやつ。一発で決めよう。これ、かっこよく決めた。そんなこと思い出したってことだよ。これは一体何が待ってるんだろう。ハードモードだともうベノマで来るのめちゃくちゃ大変だったから、何回やられたことか全く記憶ねえけど、まあその分達成感も半端なかった。まあ、これはこれで俺、あ、今無敵取り逃したの。まあいいな。これはこれでなんかね、すごいね、気楽なゲームで出てくるんですよ。人を見るの。やばい。そういうのはなんかいろんな状態が、ここに流れてて、ここに流れてて、ビーム打ってきて、跳ね返して、そしてまたビーム打ってきて、フォローと。ボスター。なんだこいつ。これ倒せ。あ、これやばいっすよ。やばい、やめてね。大丈夫か。ちょ。ミスった。もうちょっとあれかな。あ、これ挟んでくるのか。落ちちゃうか。ブレーキ。うっそー。どうやったんすか。場所が悪いんかな。あれおかしいな。どうやったらあれ、え、どうやったら取れんの。どうやったらかわせんの。助けたはいいんだけどさ、あれどうやって倒せばいいんだって謎やな。ちょっとあまりにも時間がかかるようだったら、ちょっと一旦カットしなきゃな。あ、もしももう一回やられたらまとめて、あの、あれだよ、ビーム強化するやつ。あれがねえな。ちょっとあれがねえの痛いな。こいつが鬱陶しいんだよな。ちょっとどうにかなんねえ、これ。ちょっとかわせねえんだけど。いや、何ピーピー投げたかった。完全に見たかった。あれ、何どこにいんの。ちょっと待って、助け求めてんだよ。どこで、あ、どこにいんだよ。俺、そこか。あ、もう、お前な、どうにかしろよ。中華料使え、C ボタン。なんか、お前言ったろ、昔な。僕からなんか言ってたろ。
ボスどうやって倒せばいいんだろう。ブレ、今日ブレーキを使えた。まさかブースト、いやブーストはねえか。ほんとね、そう無理だったら全然あと攻撃当たんねえんだけど。ほいほい、やめません、やめません。よしよしよし、誰だ、マルコか。目の前見てる。あ、おお、これあれじゃん。あ、え、あれどうやったんだろう、横に行けなかったね。まあ、これあれじゃん、レーム強化あんぞ。また出てくるはず。そうだよ、あれ、もう本部で強化出てる。全然記憶にねえ。ゼリが多いよ、ゼリが多いよ、上着上げろ。よせ、よし、いて、いて、ボースター、これ倒せるべ、倒せる倒せる、倒せる。問題はファイヤールードが何だろう、場所がねえな。いやつってもな、ど上で行けばいいの。いや、むしろこれ上じゃん、じゃ上でブレーキすればいいのか。俺とはさっきなんか横に受けたじゃん、さっきってか、あんた違うな、やめてやめて。どうすればいいんだこれは。カットするかじゃん、始めるかじゃん。どういうことだこれは。じゃあこのさ上でやってみる。お、かわせるじゃん。あ、なるほどね、なるほどね。まだでもダメージ受けたよ今、ちょっと無敵なやつ取ったの。分かりました。横に行けばいいのかな。何さ来たと言うんだろう。こうでしょ、これ倒せるじゃん。お、いいね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 。来たよ、ちょっと待って、肩をぶっ倒す。どうにかどうにか肩を倒す。なぜこれ、なんでどういう受け止めしたんだろう。これ上に行けばいいの。違う、痛い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 、出てきた、出てきた。まず上からぶっ倒そうだ。これこれいいね、当たるね。どうにかならんか、どうにかならんか、どうにかならんか。いけるんじゃない、いけるんじゃない。もうなんかやってきた。なんだ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 。おぶね、当たれ。お、角を倒したの。あ、なんだこれちょっとあれ厄介だから変わったね。こっちの方がもう簡単に倒せんじゃない。あれ倒した、なんか飛んでったね。あー、よかったよかった。危ねえな、ボロボロだよ。いい感じだ、ちょっと俺はやばいっす、やばいっすみたいな感じで言ったら、すっげえここに来る途中ね、ちょっとね、ペンに立つ気を食らっちゃったんだよ。てかね、継続なんかな、まあ、ダメージすぐ食らったんだよ。ものすごい食らって、やばかったんだよ、やばかったんだよね、これ。おお、なんだなんだなんだ、えっ、ー、ともう行くよっぱじゃん、この前行こうぜ。何分やってるか知らない、10分以内だろ、20分以内でまあ終わらせれば、まあ、基本はそんな感じだから、なんか10分以内で終わらせればいいかなと思いつつ、結構長くなってるから、次の動画って俺の葬儀と投稿する動画って結構長くなってるから、それは若干ね、まあ、注意しなきゃならないと、ちょっと考えなきゃ。これさ、横出ないの。おお、危ない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 、やめてやめて。今来るから色違いのさ、変だな、ドライホースみたいなやつ。あれはね、体力、体力、体力をかなり回復してくれるんだ。ダメか、お前たちは引っ止めなさい。おお、危ない危ない。今ガチモード、ガチモードっていうかさ、難しいな、やっぱスタッフ。いや、てかあのボスは強いな、ちょっとあのボスは俺、うぃ、今の風は罠ポイント来るみたいな、ちょっと危ないかな。俺ザーメンダメだ、ここまで来たから、ここまで来たから、ここまで来たって、1時間かかってねえけど、30分くらいここまで来た。おい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 、ちょっと待って、いい、さあボン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 、ボン使ってもらう、回復回復回復、ボンボン使ってもらう、ボンボン使え使え使え、ボンボン使え、まあ、ラスボス来たの使わないで、あ、いて出て、あれがちょっとよくなった、なんか横から来た、なんか横から来たぞ。
違うところ何何何横から来てんだけど何が欲しい、なんだなんだなんだ、やべやべやられるやられるって、俺さやってもうたやってもうた、ほんでどっから Let's go。 まさかの最初からか。絶対いけるか。